の世界、テルカリュミレース。大地と海がどこまで続くのか知る人はいない。なぜなら世界にうごめく魔物たちに比べ人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それをなす核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和。ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎であるテイとザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。